平尾工事は、日本の実業家。日本長期信用銀行副頭取、長銀総合研究所社長、新近中央金庫地域、中小企業研究所長、学校法人昭和女子大学理事長等を歴任。ベンチャーキャピタルやベンチャー企業の支援、買収などを行い、参画したイバンク銀行の監査役等も務めた。東京都出身。百六十一年。 一橋大学社会学部卒業。大学在学中は、宮崎翔吾、河岸このえ、飯沼健信、酒井武志らと学生運動に参加し、また、高島全在ゼミで、資本主義形成期のキャプテンズ・オブ・インダストリーの社会思想を学んだ。石広光は、大学の同期で友人。日本初の産業論である、有沢博美編集、現代日本産業講座に、 日本長期信用銀行調査レポートが多数、掲載されていたことから、大学卒業後は、同行に入校、調査部配属。1966年ペンシルベニア、大学経済学部大学院、フルブライト研究院。1972年ハーバード大学ハーバード、ビジネススクール企業金融プログラム参加。日本長期信用銀行業務開発部調査役。 有志二部副長、国際金融部副長、ニューヨーク副支店長、企画部企画室長、企画部副部長,企画部長、企画部長、企業開発部長、マーチャントバンキンググループ部長、取締役ニューヨーク支店長、常務取締役資金証券企画部長、常務取締役米州本部長等を経て、1995年に本庁寄信用銀行取締役、副頭取。 1996年長銀総合研究所、代表取締役社長。1999年社会基盤研究所、代表取締役社長。2001年度取締役会長。第2次、ベンチャーブームが始まった1980年代初頭には、中村修一郎に誘われ、大学のゼミの先輩にあたる長須十二神奈川、県知事のもと。 神奈川県の産業政策に関わり、ベンチャー経営者らの集まりである、神奈川県研究開発型企業協議会に参加。また、企業開発部長として、ベンチャーキャピタルの設立支援や、創世期のソフトバンクの支援に従事。ニューヨーク支店長時代は、グリーンキャピタルマーケットやピアーズ、ミラー・アンダーソン、キャップスターなど、金融ベンチャーの買収を進めた。超銀在職中。 グリーンドイッチキャピタル共同会長や LTCB マス共同会長を兼務。長銀総合研究所や更新の社会基盤研究所では、長銀出身の山口正行社長らが設立したリボットソンアソシエーツジャパンや、同じく長銀出身の松尾大一社長らが設立した e b バンク銀行などのベンチャー企業の支援等を行い、 日本ベンチャー学会が設立されると、同学会理事や、幹事も務めた。2002年、先週大学経済学部教授及び、学校法人昭和女子大学理事に就任。2004年、先週大学都市政策研究センター長。2009年、先週大学を退職。昭和女子大学グローバルビジネス学部、特任教授兼任2011年、創立者。 瞳透明の家計外からは初めて学校法人昭和女子大学理事長に就任し、同年度からメンター制度を開始、少子化に対応し教育、研究に加えて就職力や財務力の強化を掲げ、経営の透明性向上などに当たった。2017年学校法人昭和女子大学名誉理事。この間、タワーレコード取締役、住友信託銀行監査役、 e バンク銀行監査役、バリュークリエーション監査役、立命館アジア太平洋大学大学院客員、教授、新近中央金庫地域、中小企業研究所所長、日本ベンチャー協議会特別顧問、社団法人、助水会鎌倉支部長、インドセンター顧問、公益財団法人、安田小学財団理事、特定、非営利活動法人ゴールデンアカデミー発起人等を、 責任、ありがとうございます。